NHK をぶっ壊すということです。紹介します。政治家女子48党新党首、はい、斉藤健一郎君です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。党首就任おめでとうございます。なぜ斉藤君が党首になっているかについてなんですが、まあ、3月29日に行われた、まあ、会議ですね、うん、まあ、これは大津旧党首が来ないと言ってたんですけども、ここに大津党首が当時の党首がやってきました。その際にですね、この事態を収拾するために明確に自分は党の代表を斉藤健一郎さんに譲りますという発言をして、斉藤君いいって言ったら、はい、OK です。まあ、そうですね。はい。了承しました。はい。なんか、証拠の動画出せる？だって、まあ、結局、公共事業で言い訳されるのは自由ですが、結果責任なんですよ。いや、だから結果の方を、ちゃんと持っていきますよ。今日。それでいいじゃないですか。じゃあ、斉藤さんから誰にいる気持ちがするんですか？斉藤さんでいいじゃないですか。斉藤さん、全部いいの？はい。あ、はい。じゃあ、もうそれで。はい、もうこんな感じで、まずこのように、明確に大津前党首はですね、斉藤君に代表権を渡すということをはっきりと言っております。で、さらに同じ会議の中で会場にいた人の質問に対してこのように答えてます。現状を解決するためにどうすればいいか。あ、代表渡すことです、もちろん。はい、でもそれと決定なんですか。決定でいいんじゃないですか。だって当たり前ですよね。私がここで自我を出して、私の感情のために私はとどまります。乗っ取りますかというわけないじゃないですか。OK です。はい。まあ、このようにですね、オスは自らが事態を収拾するために私が辞める、代表権を譲るということを、とどまるわけがないじゃないですか。乗っ取るわけがないじゃないですかというような発言がありました。まあ、これが代表権の移転の起点であると我々は考えている、うん、それでいいですよね。はい、大丈夫ですね。大丈夫ね。で、その後待っても待っても代表権を移す書面が来ないという状況の中、なんとですね、我々に隠れて今週の月曜日にりそな銀行に電話をしですね、銀行のですね、まあ、名義をですね、まあ、変えるというか大津さんが引き出し可能な状態にすると、うん、そんなことを隠れてやることないじゃないですか。要は代表権を持ったまま何らかの形で引き延ばしをして、引き延ばしをして、そもそもが彼女は先週の月曜日の段階ではちゃんと代表権を出すと引き渡すということで合意しております。で、紙を持ってくると言ってるのに持ってこないから、水曜日にこのように、会見をしたら本人がやってきたわけですね。来ないと言いながら来たわけですね。で、さらに今引き延ばしてて、で、何をしてるかというと、銀行の名義を自分が引き出せるように変更し、そして今日は総務省に行ってるということをツイッターで上げています。危険ですよね。彼女が何らかの悪意があって4月の20日に入ってくる8300万円ほどの政党助成金、今も党の口座には900万ぐらい入ってると思われますが、やっぱりちょっと危険なので、そこは止めなきゃいけないという判断をしております。まあ、いずれにしても今これが上がっている時には総務省、まあ、正確に言うと千葉選挙管理委員会、とですね、法務局の方には3月29日付で代表者を大津彩香から斉藤健一郎に変えるという手続きをしております。まあね、僕がちょっとあまりにも軽々な判断をしてしまって、うん、まあ、大津さん、女性頑張ってほしいということだったんですけども、職員の方どう思います、働いてて。いや、不安ですよね。お給料も支払うのは難しいっていうことはないっていうのは後から聞いたんですけど、やっぱりここに一切現れないっていうのはすごく、なんかどうしてなのかなとかどうしていらっしゃらないのかなっていうのがずっと続いてて、で、結局銀行の名義も変えられてっていう話を聞いてちょっとびっくりというか。まあ、そうですよね。もちろんこういう混乱されてる中で、お金返せと電話どうですか。いろんな人からかかってきてますよね。はい、で、それを伝えているけども返事がないという状態になるよね。だから今緊急に大津さんのせいで10億円を超える債権者の方からメールや電話が来ているにもかかわらず、その対応をすることもなく、何を逃げてるんですか。直ちにここに来たらいいじゃないですか。ただ
大津さんの知識が乏しいから怖いと思うんでしょ。我々別に真実を述べてるだけじゃないですか。最初から11億円の借金がありますよ。でもそれは政党助成金で十分に、5年間で入金されるから、まあ安心してもらえれば大丈夫ですと。次の選挙でそれなりの票を取れば十分なのでと。いくら説明してもわからないので。そうですね。で、まあこの動画はやっぱり特に3つの方に安心してもらおうと。うん、もちろんわかってると思うけど、まず一つは、うん、NHK から被害を受けておられる国民の皆さん。この方々がこの政党を作ってくれたわけで、まず NHK の被害者をお守りすることを、 NHK 党、今の政治家女子48党を応援支援いただいている方をお守りする。その具体的な方法としてはコールセンターの継続した運用、そして NHK から裁判された方への受信料の支払いであったり、裁判費用の支払いによって安心して受信料の不払いができる。この公約をオスさんは我々に対してやめろって言ってたのね。言ってきたよね、はい、そんなこと勝手にしていいのって。そういうのが不信感につながるわけですよ。で、もちろん請求書受け取り代行サービスっていうのをやってます。これが我々がまず一番最初に守らなきゃいけない国民の皆さんへの、国政政党として政党助成金を受け取ってる政党としての絶対やらなきゃいけない一つです。で、二つ目はもちろん党で働く職員の皆さんの生活の保障、職員だけじゃなくて関係会社で働いている方々やその家族の経済的な保障をしなければいけない、当然のことなんですよ、企業として。で、三つ目が債権者です。10億4100万円お金を貸していただいている方々、333名の方が今非常に不安を感じていらっしゃいます。ただこのままいくとですね、大津さんのままで行ってしまうと、もう再生計画とかかけられてしまうと次の選挙出れないんですよ。ただ借金を返すだけみたいな政党になってしまうと。で、そういったことを直ちに解消しなきゃいけないから、債権者からの返金に関しても安心できる材料を提供していかなきゃいけない。それを急がなきゃいけないと言ってるのにもかかわらず、もう2週間ぐらい放置をしているということでですね、これはもう経営者として失格であるということで、我々は大津さんの3月29日の発言を受けて、彼女にその時点で代表の権利はないという判断をしております。ただこの後ですね、裁判になるかもしれません。ちょっと今日の結果がまだ分かってないので、ただまあ普通に斉藤君の方にですね、代表権が我々の主張通り認められれば、まあ、今返金希望をされている方も止めていただけることもあるでしょうし、逆にさらに貸してくれる人も出てくるでしょうから、新規の方、今貸してくれる方が増額ということもありますから、とにかく返金希望の方にはできるだけ速やかに返金できる体制を取りながら、継続いただける方には継続いただく、資金が不足する場合には我々3人で頑張れて、うん、頭先の方が、はい、それはそうですね、はい、命かけてやりましょう。そうですよ、うん、やっぱり医者だし、医者だし、堀江も一緒で、まあ、2人は国会議員 で僕にはそれなりにコネクションがあります、まあ、代表がね、斉藤区に戻れば十分貸していただけると思いますので、債権者の皆さんはですね、ちょっと冷静になって待っていただければと思います、うん、責任持って返していきますから。まあ、そういう意味じゃない、このスリーショットすごいね。うん、なんかなかなかないスリーショットですよ、意外とね、本当に。うん、だからそれが僕、信頼だと思うんだけどね、うん、まあ、その大津さんに対しては申し訳ない気持ちはいっぱいだけども、さすがに経営者として、人から10億もお金を借りていたり、従業員が20人も30人もいて、まあ、関連会社の人も含めたらね、50人ぐらいの人の生活を預かってる人としては、ちょっとやっぱりさすがに失格でね、そこは、ね、厳しい判断をせざるを得ないなと言っております。まあ債権者の皆さん、もうちょっとお待ちください。ですからちょっと予定していた弁護士への委任っていうのは、今止めております。今今日5人の弁護士と司法書士の方と相談しておりまして、今は代表者を大津彩香と認めることはよろしくないと。彼女は10日にもここ来たいと言ってたんですね、引き継ぎをしたいっていうか教えてほしいって言ったのかな、給料日いつですかとかっていうことを教えてほしい、うん、給料払わないと罪になるんですよね、うん、犯罪になっちゃう、まあ、罰金30万以下かな、まあ、そういうような状況で、いや知らないんだったらやるなよなんですよ。でやるのはいいですよ、受任するのはね、だから俺の言うこと聞けって言ってるのにそれをやらない、言うこと聞かなくなっちゃった、
で、だから本人も理解してやめるって言ってるのに、誰かが裏で操り人形をしてるのかなと。本当怪しいですよ。出ても来ず銀行にこそっと行って自分がね引き落とせる口座を作るなんて怪しい限りですよ。だから大津さんも、まあ、文句があるんだったらいつでも話しに来てください。公の場でやりましょう。 ですからもう大津さんはここには入っていただくこともありません。この参議会館に来ていただくことはできません。我々は入館させません。で、除名という形でどうぞ党首の方から。はい、まあ一連の、まあ、騒動を巻き起こした責任ということで大津彩香さんには除名という形でこの党から退いてもらうということを決定します。これはね、まあ、苦渋の決断ですけども、さすがに、まあ、週刊誌の記事を見ててもですね、私は別に人格攻撃をしたかしてないかって言ったら分かりません。ただ少なくとも違法行為なんてしてないですよ。犯罪とかなんか背任とか言ってますけど、そういうような証拠があるんだったら具体的に証拠を出してください。いくらでも受けて立ちます、ね。ということで、まあ、後任はもう除名ということで、目黒区の後任も取り消しということにいたします。これから3時から行われる金曜の3時の会合にももう出入り禁止ということに、まあ、強い処分ですけども、ここは徹底的に職員のこと、国民のこと、そして債権者のことを考えて強い処分を取ると、うん、いうことです。他皆さん何かありますか？大丈夫ですか？そうですね、なんか、まあ、はい、今回政党助成金をもらう権利もちょっとかなり危ない状態だったなと思ってたんですけど、やっぱりそれはね、我々選挙をですね、公約掲げて出した選挙で一応権利を手にしたので、まあ、それを実質そうじゃない人に持っていくっていうのは非常に、まあ、民意としてはありえないことだと思うので、明日の総務省に対する、まあ、説明などでもその点は強調した方がいいのかなと思いました、ね。普通は法人っていうのは株主がいて、でその株主の許可を得てっていう形で株主総会などで決めるんですが、まあ、政党というのは株主がいないので、実質上は国民の皆さんが、僕は株主というか責任者である皆さんが決めることだと思います。彼女の口からは自分のことばかりであって、党の職員関係者のことに対しての思いやり一切ありません。債権者に対してこれだけ多くの債権者がお金を返してくださいと言ってるにもかかわらず、ツイッターで質問した人に対してはブロックまでしているということでですね、まあ、あとは国民の皆さんがね、判断をしていただくということで、我々は正当な国政政党政治家女子48等の人間としてやっていきます。 NHK をバックアップ。